SL21、240馬力のマイバッハエンジンをご機備えていた。6隻の SL 飛行船の比較シルエットオズ、シュッテランツは、1909年から1917年にかけてドイツのシュッテランツ飛行船会社によって設計、建造された公式飛行船であり、全部で22隻が完成した。第1次世界大戦後も試験用1隻。 旅客輸送用4隻の建造が計画されたが実現しなかった。シュッテランツ飛行船はフェルディナント・フォン・ツェッペリンが建造した有名なツェッペリン飛行船の初期における強力なライバルだった。ツェッペリン LZ4 飛行船が1908年にエヒテル人間ンンで遭難したのをきっかけにヨハン・シュッテ教授は飛行船の設計について研究を始めた。教授は彼自身が 科学的に設計した高性能飛行船を学生の協力を得て開発することを決意した。そして1909年4月22日、カール・ランツ、博士や工業経営者、木製品メーカーなどと協力して、シュッテランツ飛行船会社を設立した。シュッテランツの飛行船はいくつかの先進的な技術革新の導入を行い、立ち上がりから成功を収めた。 第一次世界大戦終了までに24隻のシュッテランツ飛行船が設計されたが、そのほとんどの代金はドイツ帝国の崩壊のために支払われなかった。最後の8隻が完成する頃には熟練した乗組員がほとんど失われたことと、その木造構造に関わる深刻な問題のために運用が不可能になっていた。飛行船の第一人者であるペーター・シュトラッサーは次のように言っ ている大部分のシュッテランツ飛行船は戦闘場面での作戦行動、特に海軍による運用は不可能である。なぜなら、その木造構造は海上での運用に必ず付随する湿度の高い状況に対処することができないからである。この判断により、シュッテランツ社は木造飛行船の建造を諦め、感情ある店のフレームによる飛行船の研究を始めたが、 結局完成しなかった。第一次世界大戦後の時期、ランツ教授は、アメリカ海軍の公式飛行船 ZRS-4 及び ZRS-5 への提案を行うとともに、大西洋と太平洋を横断して、旅客輸送を行う一連の先進的巨大飛行船の設計を行った。しかし、連合国の反対により、いずれも実現することはなかった。 以下に示す全シュッテランツ飛行船の一覧を詳細に見れば、同社が最終的に倒産に至った理由がよく理解できる。シュッテランツ飛行船は1918年まで木材と合板を接着して作られていた。接着部分は湿気によって劣化しやすい傾向がある。防水が不完全な外皮の中に水が入るとシュッテランツ飛行船は構造的にもろくなった。 この問題は、雨天での作戦によって引き起こされる傾向があったが、のみならず、不完全な、あるいは損傷を受けた、格納庫を使うことにより知らぬ間にそうなる場合もあった。もう一つの問題は、最初のものと関連する。ドイツ海軍は、海岸近くの高湿度の場所に基地を持っており、それゆえ、木製合板でできた機体を受け入れるのを嫌った。結果として、 シュッテランツ飛行船の主要な顧客はドイツ陸軍となったが、ドイツ陸軍は海軍よりも早く飛行船が飛行機の攻撃に対して無力であると断定した。以下の SL 飛行船一覧からは顧客が突然姿を消したことが明らかである。三番目は技術的な問題である。木製合板はあるサイズまでは飛行船の構造材料として理論的な優位があったが、 張力に関するアルミニウムの優位は圧縮に関する木材の優位より重要であった。会社の倒産には政治経済的要因もあるが、それはまだ完全に研究されてはいない。ドイツの軍と政府の中には、チェッペリンロビーがいて、チェッペリン以外のあらゆる飛行船メーカーを排除することを望んでいたというのは確かなことである。SL2。船体の下に4機のエンジンゴンドラを吊り下げている。 にある大格納庫で行われた。動力は、潜伏の2つのゴンドラに取り付けられた4機の125馬力、ダイムラーベンツエンジンだった。シュッテランツ船の特徴は、構造材が防水、防相加工された特別な合板で作られていたことで、ある。SL1 はダイヤモンド型の格子状フレームで作られ、流線型の外形を持ち、時速 38.3km の速度記録を出す。 ことができた。SL1 のこの構造は、後のものとしては、ウェリントン爆撃機他のビッカース機の体験構造などに似ているが、当時のものとしては、構造的に第一次世界大戦の初期にイギリスで設計され、部分的に建造も行われたマクミーチャム飛行船が比較される。1911年10月から1912年12月に、かけて53回の試験飛行が行われ、 その最も長時間の飛行は16時間以上に達した。同線は1912年12月12日にドイツ陸軍に引き渡されたが、その直後、シュッテランツ飛行船 SL2 は性能において同時期のツェッペリン飛行船をしのいでいた。SL2 はツェッペリンのリングと桁による建造方法を採用したが、一方で SL1 の流線型の形態と、 後半構造も維持していた。SL には、その後すべての公式飛行船で採用される二つの不可欠な設計上の革新を実地に移したという点でも、当時最も重要な飛行船であった。一つは一体の方向だと一体の昇降だからなる十字型の尾翼であり、二つ目はエンジンを別々の流線形のゴンドラに収めたことである。さらに軍事面では三つ目の革新もあり、 それは、エンジン化のそれぞれに、敵機の攻撃から守るための重機関銃を取り付けたことだった。SL には1914年1月から5月にかけて建造され、オーストリア軍の管轄に移された。そして、対戦の最初の年に、ポーランドとフランスに対して6回の任務を遂行した。1915年夏に大型化の改造が行われた後さらに数回の任務を遂行したが、 1916年1月10日、燃料が尽きて、ルッケンバルゲで、行動不能となり、廃棄された。SL2 は、シュッテランツの進んだ技術と、ある一定のサイズに達するまでは、張力よりも圧縮に対して優れている木材の、特質がシュッテランツ型の飛行船に、技術的な優位を与える完璧な例だった。SL3 ポメラニアのゼディンを基地とする、海軍飛行船。 偵察飛行を30回、イングランド爆撃を1回行った。SL3 の軍歴のハイライトは1915年9月24日のイギリス潜水艦 E4 に対する攻撃だった。1916年5月1日、外気への露出のために構造が劣化した SL3 はディガの近くで行動不能となった。SL4 ゼリンを基地とする海軍飛行船。 偵察飛行を21回と東部戦線の敵の港への爆撃を2回行った。1915年12月14日、格納庫の屋根が積雪で崩壊したことにより、破壊された。SL もダルムシュタットを基地とする陸軍飛行船。最初の飛行で構造に損傷を受けたが、数ヶ月かけて復旧した。2回目の飛行の際、悪天候によってセンに墜落し、 1915年7月5日に登録抹消された。s l 6ィンを基地とする海軍飛行船。偵察飛行を6回行ったが、1915年11月10日、離陸中に操縦不能となり、原因不明の爆発を起こした。SL7K ニフィスベルクを基地とする陸軍飛行船。偵察飛行を3回、爆撃を3回を行った後、 構造的な問題を起こした。その後修繕され、おそらく大型化されたが、陸軍が飛行船による作戦を終了した1917年3月6日に廃棄された SL8 セティンを基地とする海軍飛行船。偵察飛行を34回、爆撃を3回行い、それぞれ4 0 0 0ラムの爆弾を投下した。これは、シュッテランツ飛行船の作戦回数の 最高記録である。1917年11月20日に老朽化のため廃棄。SLQ ゼリンを基地とする海軍飛行船。偵察飛行を13回と爆撃を4回行い、それぞれ4 2 3 0ラムの爆弾を投下した。1917年3月30日、バルト海においておそらく落雷により破壊された。 SL10 ブルガリアのヤンボルを基地とする陸軍飛行船。16時間の偵察飛行を行った。1916年7月28日、セバストポリ攻撃の後、おそらく悪天候により失われた。SL11 シュピッヒを基地とする陸軍飛行船。1916年9月3日、イギリス陸軍航空隊のウィリアム・リーフ・ロビンソン。 中尉の操縦する BE-2C から発射された焼夷弾によってハートフォードシャー上空で撃墜された。SL-12 アルホルンを基地とする海軍飛行船。完成の前に設計が時代遅れであるとされ、偵察飛行にのみ使用された。格納庫近くのガスタンクが攻撃された際に重大な損害を受け、1916年12月28日に除籍された。 SL-13 ライプツヒを基地とする陸軍飛行船。戦闘任務には不適であるとされ、訓練にのみ使用された。1917年2月8日、大雪で格納庫が崩壊した際に大破。SL-14 ゼーラーペンとバイノーデンを基地とする海軍飛行船。偵察飛行を2回、爆撃を2回行ったが、2回目のリガ爆撃はエンジン故障のため中止された。 1917年2月に再建造されたが、その後損傷を受け、1917年5月18日、最終的に廃棄された。SL15 マンハイムを基地とする陸軍飛行船。実戦任務に使われないまま、1917年8月に廃棄。SL16 陸軍向けに建造されたが公式に収益することはなかった。 シュピッヒに格納されたまま1917年8月に廃棄された。SL-17 陸軍向けに建造されたが公式に収益することはなかった。アレンシュタインに格納されたまま1917年8月に廃棄された。SL-18 ライプツ引地で完成したが、1917年2月8日、格納庫の崩壊で破壊された。 SL19 ライプツ飛基地のスペース不足のために未完成。1917年2月8日、格納庫の崩壊で破壊された。SL20 アルホルンを基地とする海軍飛行船。2回の任務を行ったが、1918年1月5日に格納庫の爆発とそれに続く火災によって、4隻のチェッペリン飛行船と共に消失した。 SL21 陸軍向けに建造されたが公式に収益することはなかった。生前を基地として静止試験に使用され、1918年2月に廃棄された。SL22 海軍向けに建造されたが、ペイロード不足を理由に受領を拒否された。ゲーゲン基地にあって、1920年6月に廃棄された。SL23 未収益。 環状アルミニウムフレームによる最初のシュッテランツ飛行船。戦争終了時には完成していたと思われるが、詳細不明。SL24 未収益。環状アルミニウムフレームによる2番目のシュッテランツ飛行船。戦争終了時には完成していたと思われるが、詳細不明。SL101 アトランティック戦後、シュッテランツ社はいくつかの平時の飛行船プロジェクトを 作成したが、いずれも実現しなかった。その最初のものは、SL-101 で、金属フレームの SL-23、SL-24 を基礎としており、ニューヨーク、または、南アメリカとの間の大西洋、横断定期飛行サービスを対象としていた。SL-102、パンアメリカニューヨーク、または、南アメリカとの間の大西洋、横断定期飛行サービスを対象としていた。 SL-103、パシフィックこれもニューヨーク、または南アメリカとの間の大西洋、横断定期飛行サービスを対象としたものだが、鮮明からは別の意図が見受けられる。シュッテランツ社は1926年のアメリカ海軍の協作にも参加したが敗れた。協作の勝者はグッドイヤー社設計のアクロンと名コンだった。ありがとうございます。